おはよう、小鳥。何をぼーっとして。ですよね、一体どういうことだ。え、どうって。いや、いきなり成長するにしてもその胸は不自然すぎる。お願いできますか。じゃなくて、お願いできる。指導ではなかった。いつかくん、保健体育の授業を始めるぞ。おはよう、指導くん。惜しかったわね。あと1分早かったらタオルを巻いてなかったのに。それとも自分で濡らすために待っていたの。悪い子ね。ふふん。どうした、どこか痛むのか。我に見せるがよい。指摘。せっかく大人にしてもらっても、その喋り方では台無しです。うん、何を固まっておるのじゃ、主様。深く。でも私は諦めない。年下が姉になれないなんて誰が決めたの。いやーん、なんで私たちは小さくなってるんですか。私ももっとダーリンを誘いたいです。まあ対比物があった方が大人ってわかりやすいしね。なんなんだよこれ。